おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。民間学童のプレオープンイベントで、東急目黒線を全駅再現させていただくことになりました。早速配線図を書いて、会場に着いたら、すぐにレイアウトを作ってみました。もう少しかっこよくしたくなったので、メインのレイアウトを邪魔せずに立体のレイアウトを組み込みました。さらに遊びに来てくれた方々がレイアウトを膨らましてくれました。全面展望の動画を撮る前に、駅の紹介を少しだけしようと思います。まずは目黒駅。本来地下にありますが、町の駅で再現しました。住所は品川区になります。続いて、不動前駅。本来高架駅ですが、敷地面積の関係で地上に置いています。その次が、武蔵小山駅。2面4線の地下駅なので、トレインケースを使って再現。目黒方面の渡り線は敷地面積の関係でカットしました。そして、西小山駅。こちらは1面2線の地下駅ですが、遊びやすいように町の駅を使用しています。こちらが専属駅。2面2線の地下駅で、会場である民間学童施設ブライトチャイルドの最寄り駅になります。その次が大岡山駅。目黒線と大井町線が乗り入れする駅で、こちらもトレインケースで再現しました。大井町線の引き込み線と、北専属駅も作っておきました。そして奥沢駅。車両基地のある駅ですね。敷地面積の関係で、渡り線などのポイントは大幅にカットしています。最後に、目黒線と東横線の乗り入れする田園調布駅になります。こちらもトレインケースで再現してみました。また、大井町線の緑ヶ丘や、大井町線と東横線の乗り入れする自由が丘駅も作ってみました。それでは、全面展望の動画をご覧ください。